遊びの天才は人生の天才、脳も体も心も遊びで育つ。こんにちは、世界の遊びプレイリーダーの阿部です。本日の遊びは、バツは右向け、丸は左向けです。この遊びは判断力だったり理解力、集中力を養うための遊びです。出題者と回答者で分かれる遊びなんですが、出題者はですね、テーマを決めてるのは問題を出すんですね。簡単な、でその簡単な問題が、丸だったら丸だったら左ですね、すいません、丸だったら左向いて、バツだったら右に向いていくんですっていう遊びで、テーマは例えば果物って決めたら、じゃあ果物って言った時に、金魚って言ったらバツですよね。バツですが、金魚って言ったらバツなので右を向きます。例えば果物でリンゴって言ったら丸なので左を向いていきます。でこの時にですね、大事なのが、こういう遊びする時ってリズムがすごい大事なんですよ。例えばじゃあテーマリンゴ果物って言っても、どのタイミングで向いていいか分かんないし、いつ始めていいか分かんなくなるんですね。ですからこういう時は手拍子とかリズムってのはすごく大事にした方がいいです。例えば出題者もですね、あんまりタラ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 やると楽しくないんで、じゃあ出題者もテーマを決めるのをすぐ決めてほしいわけですよね。例えばじゃあテーマを決める時も、じゃあテーマ5秒以内に決めます。テーマテーマリンゴ丸とかバーツとか、手拍子のリズムとかでやると、なんか誰もだらけないし、どのタイミングで判断していいか、丸向いていいのかっていうので、ぐずぐずにならないんですよね。ですから、こういうリズムをうまくこういう遊びはしてあげるっていうのがポイントになります。バツは右向け、丸は左向け。最初ね、先生は見本見せるとき、こう逆向きで、今私もそうだったんですけど、逆向きでやんなきゃいけないんで、結構頭使うんですよね。慣れてきたら、右、左、逆にしていいと思います。なんでかというと、そのルールに慣れてきたところで逆のことをやると脳って一気に働いていきますからね、楽しくできると思います。本日の遊びでした。ありがとうございました。